皆さん、おはようございます。はい、こちらもですね、深大寺へ向かう参道なんですけど、素敵ですね。素敵ですね。お蕎麦屋さんも綺麗で大きい。青木屋さん。木は茂り、空、青く、雲、どこまでも白く。深大寺。行ってみましょう。心散歩。今のは誰の？誰の言葉です。どこから流用したんですか？今のはあの天台宗の僧の良源さんっていう。ああ、ウィキペディアで見たのね。そう。あのお札のはですね、角大師。角大師、そう、鬼の姿になって、うん、こうあの役を避けたっていう伝説がすごい。ヌーベみたいな。そう、両伝説ありました。他にも豆大師って言ったら、33粒の豆になってなんかやったっていう伝説がある。やった。うん。そうなんです。で、ここお水が綺麗なんですね。東京の名水57選にも選ばれているこの深大寺の水です。行水したい。鯉もいい。おー、ほんと。しかも綺麗な鯉ですね。魚を見ると戯れたがる。かき氷めちゃあるじゃないですか。そば、お団子、はい、おまんじゅう。こっちもすごいですね。あ、植物とかも来ます。お花屋さんですね。奈良時代ですよ。もともと685年、白宝物鋳造猿。大正2年から国宝です。大正2年でもうすでに国宝。さずく。はい。そしてたくさんお店も並んでます。いつ来ても楽しそうですね。ずっとこうなんですもんね。そう。今日が何かの日だからとかじゃなく、そう、家族でよし、カップルでよし、一人でよし。本当ですよね。僕は一応ここに一人で来ております。素晴らしい。店から自転車で行きます。店から自転車で行きます。あー、つきたてきなこ草餅。絶対美味しいじゃないですか。絶対美味しい。食べ歩きのできるお蕎麦。はー。名物蕎麦サンド。あ、これ本物の蕎麦だ。ライスバーガーみたいな海苔で、ライスバーガーみたいな海苔で、こう蕎麦で具を挟んでる。これは GI 値低い。GI 値低い。うん。あ、おいしい。早い。うん。ああ。完全にこれそばだ。あ、しかもこれなんとつゆの味もする。あ、涼しいですね。流水を見ながらそばパンをハムオンにしてる。まい。ハンド。まい。これマジでうまい。ココロチャンネル、お送りしてまいりました。ココロチャンネル、はい、今日は深大寺からねお送りしまして、いや盛りだくさんでしたね。本当に美味しかった。素晴らしい。そばもうまいし、買い物楽しいし、鬼太郎かわいいし、うん、最高。だるまかわいいし。だるま本当にかわいい。うん、俺は自分に勝つ、自分に勝つ。はいはい。ということでですね、これからもどんどん、調布のいいところ、素敵なところ、楽しいところ、一緒に楽しみながら紹介していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ココロチャンネル、クッキングエンターテイナーの大西哲也でした。ありがとうございました。